こんにちは、響きの高橋です。今回はライカの M レンズですね、5センチですけれども、ズミクロンの5センチ、ちょっと見てみましょう。こんな感じですね。絞りは開放で2です。DR デュアルレンジ、近接撮影用の、珍しいズミクロンですね。ちょっと外してみましょう。こんな感じですね。ボディのライカーも、まあ、何の一眼レフでも大体そうなんですけども、ここのレンズ脱着のボタンですね、これを押して、これ外しておきましょう。で、今こんな感じですね。ここの隙間のスリットのところに、近接撮影用のメガネ、通称メガネっていうんですけど、まあ、ヌーキーがつきますね。ちょっと今、ヌーキー家の中でどっか眠っちゃって出てきませんね。ですから、近接の時にはもう目測で撮っております。最短距離で、だいたい40センチぐらいまで寄れるんでしょうか。で、一応ここまで、1メートル、約90センチですね。90センチまでよろくかかります。そしたら、ここでまた一度、ヘリコイドを引っ張ってあげて、右の方に回してあげると、今度、最短1メートルから無限大までの、移動になりますね。とても凝った作りですね。絞りは2から16です。ちょっと絞ってみましょう。見えるか。こんな感じですね。無限大でこんな感じで、後ろはこんな感じですけども、ヘリコイドを回すと距離計動いてきますね。で、また最短にしてシュッとヘリコイドを引っ張ってあげて、こうですね。で、ヌーキーのこのロックのボタンがあるんで、これをちょっと押して回してやると、最短距離に約40センチぐらいですか。こんな感じです。つけてみましょう。こんな感じですね。ちょっと1枚空撮りです。こんな感じです。以上です。